品野エンタープライズ株式会社は長野県長野市に本社を置いていた東日本旅客鉄道の完全子会社。JR 東日本長野市社管内で駅業務の受託のほか販売業、飲食業などを行っていたが2011年に株式会社ステーションビル緑に吸収合併された。合併後は JR 東日本グループの長鉄開発株式会社に事業を引き継いだ。 生鮮市場 JC 北長野スーパーマーケット生鮮市場 JC の運営を行っていた。合併後は株式会社ステーションビル緑に事業を引き継いだ。国鉄共済組合部支部が行っていた物販店舗事業を前進とし JR 東日本コンビニエンスが JR 東日本管内で展開していたコンビニである JC のエリアフランチャイズに転換後、 シナノエンタープライズが独自に JC のスーパーマーケット業態として始めたもの。コンビニ業態としての長野地区の JC は撤退し、JC 自体もニューデイズに統合され消滅したが、生鮮市場 JC の名称は引き続き使用されているため、結果的に JR 東日本グループ内で唯一 JC が存続している形となっている。JR 東日本長野支社管内の一部の駅で、 売店や喫茶店、駅ビルの運営を行っていた。合併後は株式会社ステーションビル緑に事業を引き継いだ。ありがとうございます。